こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。Fire Pro Wrestling World ライブ配信始めていきたいと思います。今回前回までですね、国際プロレス、を懐かしい国際プロレスを再現する動画だったんですが、今回はですね、新日本プロレスが21年ぶりに、明治神宮野球場大会を、開催するということで、神宮大会の、展望を、やってみようということで、前回の、ニュージャパンカップも結構アクセス数人気があったので、新日は人気あるなっていうことで、こちらライブ配信やってみたいと思います。一応その前にですね、26日の後楽園大会にて、スケジュール、後楽園大会にてこのKOPW といいまして、シングルマッチ4試合で対戦、同士がお互い条件を出して、ツイッターでファン投票を決めて、それが多い方のルールが採用されるっていうことで。このように特殊なルールになってますね。ただ4試合やるんですが、1試合はもう決まってまして、翔対真田戦ですね。こちらはサブミッションマッチということで、決まっております。残りの3試合のファン投票ということになります。なんか岡田和親は高橋裕次郎戦に対して、邪道下道もかかってこいやってことで、3対1のハンデキャップマッチ、まさに猪木とはぐれ国際軍団同士の81年の対戦を思い出すんですが、そちらを求めてるみたいですね。一方裕次郎は落ちた岡田和親がリング外に落ちた場合に、セコンドがリング外に押し戻すんだけど、レザーベルトという凶器の使用を認めるってことで、岡田はかなり場外出たら攻撃されるルールってことですね。ということで、ご覧の通り、この決着で、29日のこの後楽園大会がの後楽園じゃない明治神宮野球場の、勝者が第2試合に出てまいります。一応こちらですね、勝者と暫定勝者ということで、この選手が勝つんじゃないかなっていう選手を決めて 4A マッチを行います。で、これですね、生き残りじゃなくって、フォールが成立した時点で、決着となります。このファイヤープロレスリングワールドにはですね、確かフォールした際に、試合が終わるルールがあったと思うんで、そちらを使ってみたいと思います。ではですね、そんなこと言ってる間に、この29日の神宮野球場大会、やっていきましょう。今ですね、出ている選手がミスター・ワトですね。誰だったっけな、ヤングライオン時代は。まあ、なんていうかマーシャルアーツスタイルで戦っている選手で、なんか天山が岡田が一時外道がお目付け役になったみたい、天山がお目付け役になっている状況ですね。本体に所属しながら、上を狙っていくというのが、まあ、ミスターワトになっております。さあ行きましょう。オフライン、ワンナイトマッチ、ノーマルマッチ、本体にマスターはとかミスターはとじゃなくて、で相手がですね金丸ですね。金丸は鈴木軍だったかな。鈴木軍の金丸ということですね。リングを新日本プロレス。試合が外の試合ということで、一応全試合レッドシューズ売るのでもいいかなっては思います。なんとですね、これスペシャル第1試合から60分一本勝負なんですよね。いや、このカードだと昔だったら30分一本勝負あたりじゃないのって思ったりするんですけど、うまく60分で試合できるみたいですね。乱入も、一応ありにします。低いですけどね、確率は。セルリアンブルーのマットに切り替え、ということで、マスターワト対、金丸義和の、シングルマッチです。さあ、金丸が上がってきました。さあ、ワトどんな試合するんでしょうね。お、ヘッドロックから入りますね。基本に忠実だ。ちなみにマスター・ワットは1997年3月13日、大阪府池田市生まれ、池田市出身、血液型 O 型となってますね。前世といいますか、ヤングライオン時代は、誰だこれ、川戸平井っていう選手ですね。高校生でですね、公開入門オーディションで合格して、高校卒業後にもう入門しまして、2016年1月3日、リファ有明で小松洋平戦でですね、デビュー戦をやっております。ちなみに10代のデビュー戦はですね、新日本では1999年の柴田勝頼以来17年ぶりということですね。蹴りがもうこの時から売りになってますね。プロ初勝利はボーンソルジャーって誰だ、平沢秀光なんだこれ。キャプテンニュージャパンなのにな。あ、バレットクラブにいたのか。でも17年の3月にからなんと出てこないんですよね。で、今はどうも平沢、北海道を実家にいてアマチュアリスニングの指導者として活動しているので、ね、もうこれ事実上プロレスから引退してるっていうかところですね。残念。キャプテンニュージャパンとか良かったのにな。ということで、このボーンソルジャー戦が反則勝ちっていうことですね。反則勝ちで初勝利ってことで、その年の2017年の暮れのヤングライオン杯4勝1敗で準優勝になって、2018年で海外遠征、メキシコ CMLL ですね、カートさんとして上がってます。で CMLL 世界スーパーライト級王座で、王座を取ったりして、ただ怪我しちゃったんですよね。で丸坊主になったこともあったりして、で今年の7月3日の、ニュージャパンカップ興行中にグランドマスターを目指すという人物として、マスター・ワトとして、帰国して出てきたということになります。得意技は RPP。戦闘の一種ですね。あとダイビングフットスタンプ、あとやっぱりキックをはじめとするコンビネーションをはじめとする多彩な唾液技でしょうね。 2.9 金丸を追い詰める。もちろんジャベも多分使えるでしょうからね。176センチの80キロ、ジュニア体格ですね。変化を取りに行くにしてはちょっと体がな、ちっちゃいのが気にはなるところですが、とか言ってるうちにもうすぐ10分。とりあえずジュニアのトップを取りに行くことがワトは重要なんじゃないでしょうかね。さあ、これは8月29日に開催されます神宮球場大会ですね。その展望をお送りしております。1試合、マスターワト対川北、北キックコンビネーション巻き投げか。お、叫んでますね。おっとさトップロープからブレーンバ7段式ブレーンバスターだ。ラリアット探検したいなとかいいんじゃないでしょうかね。彼だったらとりあえずジュニアの頂点目指して頑張ってほしいとこです。おっとブレーンバスターだ。金丸といったらこのブレーンバスターですよね。さあトップロープに上がってムーンサルトと思いきやセントオンですね。これが必殺技なんでしょうね。スリーカウント金丸を破りました。というわけで長いです。さてこれで第1試合終了なので次の試合行ってみましょう。次はですね第2試合はKOPW 2020、決定戦 4A マッチとなっておりますが、こちらの方で、勝者を決めさせていただきました。小島聡対、エル・デスペラードはデスペラードもいいんですけどね。やっぱりちょっとジュニアの長さが多いってことでこれは本体の、小島聡に、勝利をバトルロイヤルの、戦勝式ですね。小島聡が勝利とします。次ですね、矢野対武士。これ難しいですね。やっぱり矢野がうまい、それは事実。武士はどこなんでしょうね。このチームのロスか。基本的に一つのチームにではさせないと思うんでね。かといって結構多いのは気になる。2試合は問題はこれケイオス対ロスインゴなんですよね。だからユージロはバレットクラブだったけど、ロスインゴが2人以上出てくることはもう避けられないってことになります。デスペラードでもな、鈴木軍だから鈴木軍0人っていうのはあるのかな。一応ケオスは矢野がで、ショーなのか真田なのかやけど、一応真田とします。真田で岡田と高橋裕次郎か。裕次郎もいいんですけどね。まあここはやっぱり岡田なのかな。ただ岡田が第2試合出る姿ってあんまり考えにくいんですよね。ちょっと不思議だなと思うんで。ここはバレットクラブの方を押すとして、裕次郎にあえて勝たせるようにいたします。ね、シングルは無制限。クリティカルはなしですね。ということで、バトルロイヤルみたいな感じになりましたね。第2試合、KOPW2020 決定戦 4A マッチはご覧の4人ということでやっていきたいと思います。では試合開始。さあ戦勝式ですので、誰かをフォールもしくはギブアップを奪った時に決着がつくようになります。ツイスターボール協力プレーもありますね。本体ケイオスバレットクラブロスインゴ1人ずつというふうになっております。このメンツだとさあバーンときましたね。足踏み式ホルダーがまだ隙は出にくいんで決まりにくいでしょうね。入り乱れてました静かな戦いですね。おっと真田ユージはもともとショートタイツだったのがロングタイツに変わっているので分かりにくい。キャメルクラッチだ。おっとファーボール。お、これどちらなのか。ボー&アロー弓矢固めです。おおすごい。おおだるま式ジャーマン、いやのすごいだるま式ジャーマンです。テイクドロップキック、矢野と真田、小島と裕次郎でしょうかね。パックの取り合い、ジャーマンだ、裕次郎。誰か一人がホールかギブアップを奪った時点で決着がつきます。まもなく10分。ブレーンバスター上がらない。逆にブレーンバスターへ場外へ。ジャパニーズレッグクラッチホールドですね、変形の。おっと渡して手羽のムーブ、スイング式 DDT。 おっとTTD みたい。エメラルドフロージョンですね。さあパワーボーダースリーカウント。さあ小島と裕次郎が戦っている隙に矢野が、真田を、固めました。エビ固めまして、矢野が勝利になりました。鬼殺しですね。これが鬼殺しだ。さあ次第3試合いきましょう。第3試合ですね、60分一本勝負ネバー無差別級試合、高木慎吾対鈴木みのるです。高木はバレットクラブかな、いや違う LIJ か。そして鈴木軍総帥鈴木みのる、この2人のシングル戦です。こちら60分一本勝負ですね。さあ試合やってみましょう。ネバー無差別級60分一本勝負、高木慎吾対鈴木みのるです。さあまず高木が入場ですね。さあ世界一性格の悪い男鈴木みのるの登場です。パンチパンチパンチ、戦闘音です。さあ肩逆指だぞ。おドラスクだ。足を攻撃。高木も肩で息をしています。さあ三角かなこれ。さあチャンピオン高木、おっと豪快に持ち上げた。 2.9 だ。短期決戦を高木は狙っているのか。さあミノルコーナーに落ち着けて蹴りを止めます。おっと卍固めだ。オクトパスホールド、後ろから蹴りを。バックの取り合い。おおおっとまた肩で息をしている。高木攻めるチャンスなんだが攻めきれない。おおこれは豪快なブレーンバスター。高木消えていきます。さあ拷問徳崎。おっとどうしたんだ。おっとゴチ式パールドライバーだ。高木カウント2。おおやり返します。カウント2だ。これを高木2で逃れました。おっとパワーボムだ。 2.9。 ミノルもちょっと疲れてますね。飛びつき腕十字。さあなかなかこう。おっとスリーパーだ。さあリング中央で決まっている。ミノルもかなり疲れてますね。おハイキック動けない。追撃いけません。さあこれねまたフロントネックロックですね。おなんだ。2.9。 アルゼンチンと思いきやなんかデスバレーボールみたいに持ち上げましたね。ドロップキックだがミノル追撃ができない。ひねります。おっとまたゴチ式パイルドライバー。12分経過して両者ともスタミナに不安が残ります。おバックの取り合い。バックドロップ。またミノル動けない。高木もフラフラしているがここ外した。さあこの神宮は全6試合ですね。ちょっとカード的や不安はありますよね。フォアボール固めた。スリーカウント。高木の勝利防衛となります。ちょっとやっぱり両者とも休むシーンが多かったようには見受けられますね。ということで第3試合ネバー無差別級でした。次の第4試合は IWGP ジュニアヘビー級選手権試合です。高橋宏夢対石森太かな。石森って呼んでるんで。石森泰治ですね、これは。チャレンジャーが石森。じゃあ、チャレンジャーの方を先に出しましょう。石森はバレットクラブです。そして今の王者高橋宏夢ですね。高橋宏夢はLIJ ロスインゴです。さあ、チャンピオン高橋宏夢対挑戦者石森泰治です。まずチャレンジャー石森の入場です。そして現王者高橋宏夢2度目の防衛戦となります。第4試合さあ蹴ります。ジュニアな長野スピード感ある試合が繰り広げられてますね。ドロップキック。おーっと走っておっとグラップラーフェイスロック。ここは意地のぶつかり合い。飛んでゴールへ 2.9 だ。3時間で決着つくんでしょうかねこれ。ひょっとしておっと外した。持ち上げて落とす。円髄おお裏投げですね。おすごい 2.9。 お2だ。ダイビング2位ですね石森。これ諸刃の刃ですよね。おっと飛ぶ。おほー鮮やかです。空中戦また出た。今度は飛ばずに石森リグ下に下がります。おっとデスバレーボール高橋宏夢戻ってまいります。宏夢のエルボー。おラリアットパワーサップを攻めるのは宏夢ですが、おっとこれは三角なんでしょうかね。三角じゃない変形の腕ひしぎかな。おっと逆ささ込みだ。カウント2。おっとし飛び膝蹴り。また裏投げ。ミスターボム変形ですね。かなりお客さんエキサイトしてますね。さあこれはスイング式 DDT。 おっとなんだこれフェイスバスターですね。3カウントヒロム勝利です。サイファー歌機っていう技ですね。独自の技名をつけるのでよくわからないです。次の試合はタック選手権ですね。60分一本勝負。チャンピオンはザック・セイバージュニア、太一。それに対して、いぶし、棚橋が挑みます。鈴木軍ですね、ザック・セイバージュニアと太一は。それに対して本体の棚橋宏士といぶしこうた。さあ果たしてこの試合はどのような結果になるんでしょうか。まあ、もう一つ気になる要素が棚橋といぶしの中ですね。なんか非常に亀裂を予感させるシーンが多かったんですが、そのあたりの問題がどう決着つくのか。この2人の関係にも注目です。かなりこれ乱入の確率が高いと思いますね、鈴木軍。そこへ乱入発生率高いに、設定します。ということで IWGP タッグ、ザック太一チャンピオン対棚橋いぶしこうたです。まずはチャレンジャーチームです。先頭はいぶしですね。後ろへ棚橋が入ってきます。そしてチャンピオンチーム太一を先頭にザックです。鈴木軍、お、早くも大技だ。まあこれは早い。カウント1で返します。セミファイナルですね、こちらは。スプラトの攻撃。まあ、セミファイナルということもあり、不穏な試合感じの予感の中、どういう試合になるんでしょうか。これは鮮やかブレーンバスター。太一は蹴りを対応します。さあもうこれ感情的になってますね、棚橋も。さあすかしてザックにタッチ、金的。まだまだ序盤戦。おタック後ろ。です。さあアンクルだが。お互いタッチ。9分ですがまだお互い様子見っていう展開かな。試合の権利はありません。さあ後ろからエルボー、かなり危険です。さあどうなる？そのまま落としてすぐ棚橋カットです。これは判断よく見ています。フラワースクリュー、パーボムだと思いきや、知識だ。本当ね、黒。さあ、ハイジャックパワーボム 2.9。 ミサイルキック、左ストレート、あー、逃げられてしまいます。さあ、いぶしもただしタッチ、ハイフライフロー、ジャーマン。カウント2、テンポが速い。おお、 3DT、 おっと、ここでレフェリーのレッドシューズ運動にぶつかってしまった。だがコール運動まだ倒れている。ハイジャックパワーボール、チャンス、スリーカウント。見事に、棚橋いぶし組がベルトを奪還いたしました。奪還というかダッシュいたしました。ファイナルボムですね。高いし破壊力も抜群ですね。さあ、いよいよメインはダブルタイトルマッチですね。ロスインゴの内藤、これチーム変えたんだったっけ。そうですね、バレットのイビルに変えました。乱入発生率はまあなしにしましょう。最終試合は、IWGP ヘビー級 IWGP インターコンチネンタルダブルタイトルマッチですね。イビル対内藤哲也です。さあ2度目の防衛戦となりますね、今回は。さあメインです。どのような試合になるんでしょうか。まずはチャレンジャー内藤リターンマッチです。これに負けたらかなりの今後のタイトル戦線においてダメージは避けられないでしょうね。一応ヘビー級チャンピオンと書いてますが、ああそうか、このゲーム内では持っているのか。さあ本当のヘビー級タイトルはイビルです。キングオブダークネスイビル。60分一本勝負です。ちろん攻めてますね、イビルのナイトは。フェイスロックだ。おーっとロープキングオブには決まらず、さあ固めましたが、これはカウント2。ラリアットだ。さあここは膝十字ですね。おっとラリアット、とにかく力で攻めます。バックドープ起き上がるとこを狙って、おっと巻き込んだ。ネックブリーカードロップみたいになってますね。カウント2。2.9 だ。テクドロップキック。もう一回細かいです。フライングニールキック、リセ蹴りですね。さあ関節だ。腕殺し。2.9。なだれ式フラケしたいな。おっディスティーノ決まったか。 2.9。 イビルも意地で勝ちます。おーハーフハーフネルソンかな。ハーフネルソンスープレックス。おーっと、場外へ。お、飛ぶぞ。これはエビルが飛ばない。ふと見せかけて飛ばない。ネックブリカドロップ。場外戦。ナイト戻ってまいりました。おー、体を浴びせるイビル。おっと、カッキーカッターですね。スリーカウント、イビル防衛。しっかりオリジナルじゃないカッキーカッターなんだが、イビルで決着をつけました。本人の必殺技です。ということで、神宮決戦はですね、イビルの2冠保持ということですね。すごいことになってんな。モンゴリアンストンパー。というわけでですね、ファイアプロレスリングワールドの神宮大会の試合は以上になります。1月22日にはアメリカもでの大会もやるんですね。ああ、なるほど。ケンタとデビッド・フィンレイ、ロッキー・ロメロも上がるっていうわけで、ロス道場ってまだありますからね。ということで、D4DJグルービーミックスプレゼンツ、サマーストラクルイン神宮大会ですね、ライブ配信をお届けいたしました。とりあえずこの試合が終わるまでは、ライブ配信流し続けますが、ひとまずこの神宮大会としてはここで おしまいです。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。チャンネル登録していただくとベルをマーク出てまいります。その、ベルマークをしていただくと、今回のようなライブ配信お知らせ届くようになっております。いろんなゲームやっております。もしかするとフォールガイズ、買いましたんで、フォールガイズやるかもしれません。ぜひご期待ください。またですね、レトロゲームとしてファミコンウォーズ、今進めております。これらのお知らせ届くようになってますので、ぜひチャンネル登録していただいてベルのマーク押していただければ嬉しく思います。またブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。こちらもですね、ツイッターフォローしていただきますと、ライブ配信のお知らせ届くようになっております。ぜひフォローお願いします。というわけで、新日本プロレス8月29日神宮球場大会展望をお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。